タロ散歩チャンネル。で、今4時45分ぐらいで、あと10分ぐらいしたら、一部町役場の前から名寄駅前行きの路線バスが出て、それで今度乗っていくんですよね。西町4丁目、そして北町1丁目、じゃあ今度は南か東かなと思ったら、寿町1丁目、うん、残念。あ、で今度こっちの方がね、ちょっと見づらいんですけれども、ここ中町2丁目って書いてます。これは何ですか、ここが地名がガラッと変わってるんですけど、なんかエリアごとになんか地名が違うんでしょうかね、うん、そしてね、ガソリン代がね、本日9円引きだそうです。でもただちょっと今日なんか知らんけれどもやってないんですよね。会員限定で9円引きとか、そういうのなかったですか。私車運転した時とか、エネオスはメンバーズカードっていう現金会員のカードがあるので、それで値引きをするっていうありますよね、だから実際書いてあるのよりも10円ぐらい安く入れてる人って結構いますよね。いますよね。私もそういうの結構あって、あるいはなんか契約しててそういう金額で入れられるようになっていると、そうですよね、意外とね、そういう方いらして、地元のお得意さんの会社だとかね。あ、であれば、そういう場合もありますしね。大口のお客さんだから、例えばこの辺だったら農協の、ね、事務所の人とか。ああ、ありますよね、農協とか郵便局とか。そうですよね。こちらのね、いちごの妖精がなんか、さっきよりなんかすごくこう笑顔が素敵じゃないですか、うん、やっぱりあの隣にポッチャマがいたのが良くない、あのニッコニコしてるあのポッチャマ、うん、あれ多分偽りの笑顔ですからね。まあ、ということでこちらですね、道北バスのピップというバス停にやってまいりました。というか町に1個しかないのかって突っ込みたくなるような、そういうバス停の名前ですけども、あ、ちなみにそう、あのここがピップ町役場なんですと、町民の参加でなんちゃらる作るピップ2世紀の街づくり、そして例のいちごのね、ピップちゃん、すごいですね、あのキティ姉さん並みに仕事選ばないですね、彼女もね、まあ、ということで我々が今度乗るのが名寄方面に行くのと、あとピップ町の町内のスキー場で終わってしまうのと、愛別町という別なところに行くものと、まああとこれ急行と普通で内容が2つあるんですけれども、今回行くのが16時の55分なので、急行の方の名寄駅前行きで目的地に行って、目的地に行きたいと思います。ただね、クロフォードさんね、よく見てくださいですよ、ベンチという便利な文明の歴がありますので、これ座るしかないじゃないですか、足やられてる、あー、どっこいちょっと、生き返る、ベンチ発明した人偉大ですよ、まあ、発明というか、いつ頃からこういう長い椅子があるんでしょうね、なんかこう何気なく使ってて誰でも考えそうなものほどなんか由来が分かんないってあるじゃないですか、椅子とかテーブルもそうですけれども、そうですね、あの誰が最初に服を着たかとか、 あれも謎すぎるじゃないですか、昔すぎて、あと何だろう、誰が初めに米や食べ物だと気づいたとか、そういうのも気になりますよね。歴史の教科書で、まあ弥生時代でまあなんとなく米を作り始めたみたいな、日本では作り始めたって、作り始めたってだけで、じゃ食べれるかどうかっていうのを誰が判断したのよっていう、ですよ、そうですよ、ありますよね、どうやってその加工をしたのか、そういうところを調べていってみると、なんか驚きの事実があったりとかするんですよね、まあ、全然関係なくて、これさっきからずっと気になってるんですけど、これね大人の三輪車ありますっていうふうに書いたんだけど、なんやねんって感じなんですよね、大人の三輪車、どんな感じでしょうかね、本当に多分後輪部分が二輪で前は一輪っていうのがあるのか、なんか昔のおばちゃんがよく乗ってたような、よく乗ってらっしゃる、ああいうやつか、なんかあのコンプライアンスに引っかかるようなそういうものではないですよね、大丈夫危険なんて、危険なものだったら、そんな簡単にお見せできない、お見せしませんよね、そうですよね、なんか大人のっていう風に聞くとなんかアダルトな感じがするっていうね、ちょっとそういうのがありますよね、まあ、大人の階段登っちゃったみたいな、そういうところありますけれども、あ、バスが来ましたね、もうちょいで来ますね、あの奥の方に見えます、そう、急行な夜行き、これに乗って目的地まで行きたいと思います。
大体10分ぐらいで行ける感じですね、ダイヤ通りだったらば。色の模様からキムワイプなんて言われているんですか。キムワイプ、あ、キムワイプみたいな色してますね。あの箱によく見えるんですか。そうですね、繊維を残さず拭くことができます。板張りですね。板張りですね。どうもありがとうございます。はい、どうも。はい、どうもありがとうございます。まあ、ということで降り立ちました。お向かいにあるこの若干古い建物がまた印象的ではありますけれども、まあ、ということでこの2枚目のね、このいかにも駅というこの写真のね、場所は我々はここではないかなと思いまして、このバス停に降りたんですよ。読み方何でしたっけ。この読み方はランルと読みます。ランルと言います。室蘭の蘭にルモイのルですね。はい、あの某ファーストフードのなんか一時期流行ったあのピエロのね、そうですね、あのおたけびに近い何かを感じますけれども、はい、あれは蘭の字がもう一個多かったですね。そうですね、そうですね、室蘭の蘭に、室蘭の蘭にルモイのルですよね。はい、ランランルーというね、はい、僕と一緒にお話ししようよ、ランランルーみたいな。ドナルドはね、寂しくなるとつい喋ってしまうんだから、何でしたっけ。嬉しくなるとついやっちゃうんだ。ああ、そうそうそう、嬉しくなるとついやっちゃうんですよね。ドナルドは嬉しくなるとついやっちゃうんだ。勝手にやってるって感じですけども、まあ、ということで我々はこれランル駅ではないかなというふうに読んでおります。ちなみにさっきのピックからだいたい10分ぐらいなんですけれども、あの行政区分としてはまだピック町なんです。ピック町ランルっていう感じなんですよね。本作にある塩狩峠を越えることでワッサム町になります。そう、塩狩峠を越えてワッサム町に行きますが、今回ねこれを提供してくださったのはジャルオさんですね。ジャルオさんはそうワッサムに行く手前で設定してくださいました。そしてそうこの国道を左の方に曲がりますと、あそこに JR と書いたね、はい、ランル駅があるということなんですけれども、これなんであの緑色の JR なんでしょうね。あの黄色い M じゃなかったでしたっけね。ああ、そうですね、黄色い黄色い M じゃないんですよね。 I'm loving it I'm loving it ドナルドナルドドキドキって感じですけども、ちょっと声が裏返ってしまいました。お店がねなくなっちゃったんで、ぜひ出店しませんか。 あそこのラーメン屋さん、あそこにぜひ
某ファーストフード店のラウンド店を作っていただきたい。ドライバーの休憩地点にもなるはず。ちょうどいいですけどね。なんかラーメン屋さんがあったけど潰れちゃった感じなんですね。そうですね。ここのあたりに高畑商店という昔からの商店があった。高畑商店さん。これもやめてしまったんですか。ああ、そうなんですね。前はね、自動販売機があって、うん、私が以前ランドウェイ紹介したんですけど、ぜひここに来て自動販売機でジュースを飲むっていう話をしてたんですけど、なるほど。それが撤去されてしまいまして、駅にもない感じですか。ないです。ないんですね。なのでこの駅を訪れたい方は事前に飲み物は調達しておくことをお勧めします。そうですね。さもなくば唾を飲むことになるぞって感じですね。そうですね。そうなんですよ。特に今月30度超えてるので。そうそうそう。あの小さなお子さん、高齢の方と一緒に同行されたら、うん、なおのこと水筒やジュースを持ってきていただいた方がいいかと思います、ね。うん、死ぬぞって感じですけどね、ここはティーを入れないとダメです、うん、そうなんですよ、まあ、というぐらいね、今日はこんなにね太陽が眩しいというかね、さすが7月の18日だってだけありますけれども、うん、そう、こうその企画をやる日はね、もう調整に調整を重ねて、こうたどり着いた結論が7月18日だったんですよ、うん、でこの天気じゃないですか。いやー、これで大雨とか降ったらね、それはそれでね涼しくてよかったんですけれども、でもまあ企画としてはちょっと面白くなくなっちゃうかもしれないですね。まあ雨は雨で楽しむという手もあるんですけれども、うん、で写真の場所がですね、これですね、互い違いに配置されたこのホームですね。でこの奥の方に見える歩道橋、歩道橋じゃない、これ橋ですね、自動車橋ですね、ええ、でこれが見えるような位置関係を考えていくと、はい、こっち旭川方面なんですけれども、今来た旭川方面の方にちょうどね自動車道が走ってるんで、まあ、ちょっと駅の中入った方が分かりやすいですね。いや、私もねこんな形でランド駅来るとは思わなかったんですよ、まあ、いつかドナルドのなんちゃらかんちゃらってネタにしてやろうとは思ったんですけれども、管轄は永山駅みたいです。永山駅長の方、あのご挨拶が、この辺りで一番人のいる駅が近いのが永山駅ですよね。残念ながらここも無人駅になってしまう。無人駅でね、暑いですね。そうです。いつも JR をご利用ないですね、温室ですね。いつも JR をご利用いただきありがとうございます。夜間ガなど虫が入りますので大変恐れ入りますが、待合室の閉じ目にご協力をお願いいたします。まあそうなんですよ、虫が入るんですよね。で次乗るのはこれですね、17時26分、旭川駅で、これ到着するのが17時53分。だから門限の7分前に旭川に到着するという形になります。そうですね。実際に1日散歩切符使わないと540円かかるという形ですね。そうですね。ピップまではちなみに250円でした。でバス代が今、390円だったんで、うん、どうしてもバス代がなっちゃいますね、高くなってしまうということですね。それは、まあ、行った仕方がないことではありますよね、よし、 ありがとうございます。ああ涼しい。でこれですね、これが同一のアングルですね。このアングルですね。このアングルを、はい、まあ、私なんか何かの作家みたいにこ うまくやることはできないんで、このアングルが、まあ写真は雪が積もってますけれどもこんな感じになりまして、この奥に見えるこのあれは普通高速ではなくて普通の旭川門別自動車道と、道央自動車道が合流しているピップジャンクション、はい、あピップジャンクションなんですかここ、あそうなんだ。もう少し先に行くとあのピップ北インターがピップ北インターがあるって感じですね、でこちらがそのあれです、ね、こっち道央自動車道、これが道央自動車道、あこっち側はまだね旭川門別自動車道、旭川門別自動車道だから門別だから、あの
なんだっけ、マルセップとか白滝とかあっちの方に行く。そうです、そうです。そうですよね。今はエンガルまで完成している。あ、エンガル、あ、結構完成しましたね。最終的には名前の通り門別まで開通させる予定だと言われています。ホホーツクの門別市ですね。やっぱりお金もかかりすぎるということなので、すごい時間。そうです、お金と、あと需要でお金を回収できるかってもありますからね。一時はそこまでして作る必要ないんじゃないかって言われたりしたこともあって、なかなか伸びなかったんですよ、うん、でもやっぱり作ろうよみたいな感じで。そう、まあそれは時代が考えるでしょう、ね、だから高速道路は北に伸びてるのこっち方向にずっと、この線路から見て向こう側の方に高速道路がずっと伸びてる感じですか。ですね。それでまあ40号線と並行して、並行してるということで、で今我々がバスに乗ってきたのが40号線国道の、ええという形なので。なるほど。確かにどっかでこう40号線の反対側になるんですよね。あ、どっかで交わりますよ。なんか、うん、なんだっけな、リフカバイパスとかって、そう、線路の、これ稚内方面にもカメラ向けてますけど、こっち側、右側にあるように、なんかそういう印象なので、まあ、どっかで交わり、あ、向こうのあの、あれはね、上の手前と奥の方に橋があるじゃないですか。あ、ちょっと、あ、違うか。あれがね、なんだ、1個が40号線のピップ五線橋で、そうですよね。もう1個が多分あれは、標津県ブチンタ方面に伸びてる、その同自動車道。同自動車道、そうですよね。あれ、したら、まあ、あの、Google マップで後で確認します。ええ、そう、だからこのランドってどういうあの地名の由来があるんだろうと思って今ちょっと調べてみたんですけれども、あの下るという意味のランと道という意味のルっていうのが合わさってできた下る道という、そういう意味の地名だそうです。だからあのドナルドがあの叫んでるあれって、あの日本語で言うと下る下る道というふうに言ったんですね、あれね。そういう形になりますね。うん、語呂が悪いわ。多分あのピエロからすれば、あの上昇していかないと、あの自分のお財布が潤わない。ああ、そうですね、あのいつでも上昇志向でいかないとね、自分も美味しいハンバーガーが食べられる。そうなんですよね、うん、まあいくらね、あのバックにアメリカ帝国主義がついてるとはいえ、うん、やはりね、アメリカは資本主義の国ですから、稼いでなんぼの国ですからね。そう、そうしないと、あの同じ M の頭文字のバーガー屋さんとか、あの白髪のおじさんが杖持ってる、あの鳥のお肉屋さんに負けてしまいますよ、ね、そうですね。あのチキンがね、チキン野郎と、ね、あのマウンテンオーシャンさんというね、なんかオーガニックを歌ってるあのね、M 野郎とね、まあ、エルテリアがね、全然ね、そこで話題に残ってこないというのがちょっと微妙ですけれども、エルテリア、エルテリア、札幌駅にもありますけどね、エルテリア、某ヒーロー の, あのシールがついてるチョコレートの会社あ、ついてるんですか。あ、いや、あ、ついてますね。あの、なんとかマンチョコですね。あ、なんか、あの、エクスクラメーションマークマンね。あの、いいです。あの、そこはね、包み隠さなくても大丈夫だと思うんで、商品名は。なんで、でも懐かしいですね、びっくりマンね。そうですね。まあ、ということで、奥からやってきました、あの光る物体は、旭川行きの普通列車。始発はどこでしょうかね、あれ、名寄ですかね。多分この辺りの列車って名寄から来てるんですよ。名寄始発なんですね。距離が長すぎるんだけど、名寄でこう担当を何本か分けてる。切ってますよね。そうですね。さあ、お客さん乗ってるでしょうかね。結構乗ってるもんでしょうかね、日曜日の夕方、ね、北海道はだんだんこのタイプ の, あのローカル線はこの列車になっていくんでしょうか ね, そ う, ですね、そういう感じですよね。あの古い駅あるあるで、あの段差がなりますね。だからなんかこのホームの高さでなんかホームの年代が分かるっていうね。
好きな人はちょっと辛いかな。あの向こうにあるのがピップのスキー場ですか。そうです。あのふもとに悠々ピップ、悠々ピップ温泉、温泉のお風呂があるんですね。これピップセットってさ、設定ですよ、で出さないで持って帰っちゃうんで、うちにこれがいっぱいあるんですよ。北は湧かないから、あの東は眠るだけで。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、いいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。 Twitter、Instagram、太郎の雑学カフェもやっていますので、ぜひ登録してください。家庭教師の生徒さんも募集しています。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。